匂い嗅いでる。どうも、ハルコです。前のホラーのゲームのやつのとこに、コメントのとこにこれやってくださいってあったんで、やります。説明たくそやな。ホラー夏休み、イエー。横か、俺大体横のやつでも苦手なんだよな。横の方が怖いでしょ。縦だとちょっとお気軽感あっていいんだけどな。このゲームはヘッドホンの利用を推奨しています。静かな環境でお楽しみください。で、私はここは私は何とか差し掛けたのかしら。私たちは考古学の実験のためにこの島を目指していたはずで、多分この主人公はしゃくれてると思うんで。嵐だ、各地嵐でみんな船から放り出されてしまったんだ。一緒に来たユキやマリア、アカネはどこに行ってしまったんだろうか。無事なのかしら。向こうに空に立ち寄るのが見える。行ってみよう。そこにみんないるかもしれない。多分俺のなんかプロファイリングでこの主人公はしゃくれてるってことなんで、ちょっと気持ちを込めてしゃくれて、なんとか映像見えてますが、全然しゃくれてませんから、もうしゃくれてる手でいきます。あ、これ何これ。おお、え、嘘、なんかマリオ的なやつ、なんか、怖いな、しゃくれてるやつ。これ、なんでこのかフィルターみたいにさ、周りにこれ、なんでこれ、本当に痛いよね。うわー、ユキチがいる。じゃあ、漱石か、漱石側だな。しゃくれやめます。不気味な建物、喋ってくれるの。読める、読む手間が省けます。ありがとうございます。これフィルターが濁ってるな。おお、勝手に開いたぞ。あ、自分だけの手なのね。何これ、日記か。船で移動中の突然の嵐、もうダメかと思ったけど何とか助かったみたい。みんなは大丈夫かな。なんだか不気味な場所に来ちゃった。肖像画のおじさんがリアルで怖い。あ、でもアイテム画面で広告が出るんですね。なんかちょっとまだ助かるな。広告あった方がね、正直怖くないんですよ。助かるんだよね。お、あ、びっくりした。幽霊かと思ったけど、これ電気なのね。電球なのね。電球。おー、何これ、スリッパ。ユキのサンダルじゃないかしら。これ絶対ユキやられてんじゃん。婦女暴行。怖い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 。あのドア、穴が開いてる。穴が開いてる。ユキドアドーンってやられたのかな。怖い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 な。あ、もう入れるんだね。ボタン、あのドアを押すと入れる。あ、これ出てるよ、これ出たよ。今のユキ声優すごい頑張ってる。鍵がかかってる。すごい横スクロール式なのね。おお、なんか絵が描いてある。でも俺もこういう絵たまに描くよ。別にそんな怖いことじゃないよね。102号室ホテルかなんかかな。おお、開くんかい。え、これスライド式なの。こう開けたよね。そうしよう。赤い本、これさっきの部屋の鍵じゃないかしら。へえ、本型の鍵。急がないと。武器みたいなのくれないのかな。これなんだろう、この辺なの。
あ、シェアしてくれみたいなやつか。これシェアマークなのね。はい、一応散策ちゃんとしないと進みたくない派なんですよ。これひどかい。お、真っ黒クロスケ。なんかいっぱい押せば、扉いっぱい押せばなんかできないかな。なんもないね。バイオだったらさ、これナイフとかさ、銃とか取れるじゃん。そういうゲームでもないのかな。足おっせえな。まあいいや、なんか足おっせえからさっきのとこ行きます。湯だ、ここお風呂場だ。開いた。絶対これ出るな。え、さっきのいない。ユキは確かにこの部屋にいたはずなんだけど。絶対の感じ、ユキ死んでるでしょ。ベッドの中かな。声優がしっかりしてる。あー、もう絶対出るよな、これ。チーアルシー。チーアルシーとジアルフィーなんか似てるな。どうでもいいわ。うわー、ユキ死んだね。何？え？何？何？ブリン？不気味な人形だわ。取ったの？ユキ死んだの？え？怖い。うわー、この集合写真が怖いわ。拒否できない。バッテリー 8% しかないよ。これ出なきゃダメかな。18時23分福森真由。電話出たきゃダメ。これ絶対この集合写真怖いもん。関係ないか。県外なのに電話出る、どういうことやねん。え、もうマジやな、ちょっと。ちょっと言ってもらっていいですか。え、怖い。あー、怖い。誰ですか。わかんない。福島真由。違いますね、字がもう読めてないですね。福森ですね。いや、マルコさん、これ出た方がいいですよ。え、そうだよね。ああ、でも県外なんだよね。いや、出ましょう、これ。違う、なんか扉押しちゃったんだ。
俺これいないとダメなんですか。あ、ごめんなさい、もう大丈夫です。もういいですか。あ、もういいですか。ごめんなさい、電話大丈夫です。お忙しいところ。あ、じゃあ怖かったら呼んでください。はい。やばい時に。グレーズの中にいるんじゃないのか。うわーもう。マジ怖い。ああ、おお、血がついてる、このドア。さっきついてなかったよね。え、ついてたかも。いいや、クローゼットだもんね。ここじゃない、ここじゃない。怖い。全部基本的にドアノブ血ついてんのね。やらかした手でいろいろ触ったってことか。湯はないよね、クローゼット。クローゼット探せってことだよね。なんか霊に抗う、霊なのか分かんないけどさ、霊に抗う手段ないの？なんかスタンガン的な。うわ、こ階段何目線やねん。うわ、何これ、金魚。2階意味な。ああ、2階か、ここが2階か、中2階みたいなことだ。なんでドアノブ赤いんだよ、絶対なんかやらかしてるよ。うわ、嘘だろ、嘘だろ、なんだよ。うわ、なんか抜かれた。天気が最悪。何も見えない。そうだ、携帯は。最悪やな、この感じ。おお。ただのマネキンのようね。ただのマネキンが落ちてきました。鳥肌やばい。さっきこうバケモンがいたからな、バケモンエリアなんだよね。ただこの光に弱いと信じて真っ向勝負。うわー、あ、行かれた、吸われた。なになになに、なめっちゃ足早い、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 足早いかったな。わーし、捕まったー、食われたーい、わーい、うわー、捕まったー。走ら、走ら、走ら、走ら。もうなんか慣れたな。しら、いけー。で急に停電なんてしたのかしら。え、明るいと敵出ないの？
おお、いた。マユ、無事だったのね。よかった。まあ、マユ。もう、怖かった。気持ち悪い化け物みたいのに追われて死ぬかと思ったわよ。そういえば、クローゼットの中にこんな人形があったよ。さっきこういう不気味なやつ好きじゃん。せっかくだから持って行きなさいよ。まったく人聞き悪いな。で、これさっき見つけた人形とすごく似てる。すごい、こんな状況でこんな会話できるってさすが女子力っすね。はあ、私緊張が解けてトイレに行きたくなったの。でも怖いからさっきも一緒についてきてくれる？しょうがないわね。え、これ一緒にいる体なの？これ。あ、マユ。トイレに一緒に行ったんじゃないの？ダッシュやー、ボケやろー、ダッシュやー、足速えー、こいつ足速くなってる。出たよ、こう見つかるパターンはすげえ嫌なんだけど、目が合うとかすごい嫌なんだけど。匂い嗅いでる。していったのかしら。友達死んだのにさ。
男子トイレも行きます？男子トイレ開けませんね。めっちゃ書いてある。うわー、魔法陣ぐるぐるみたいなの書いてある。どこからだ。開いた。3階。この端まで行かないと上に登れないっていう、なんというかすごい雨はけ感ですね。この鹿なんかないのかな。鹿、拡張。動物が好きなのかな、この家の人は。されちゃうのね。テレビがついてる。チカチカするだけかよ。あー、お、いる？いたいたいた。あかね、さっき無事だったのね。さっきの友達とこ一緒？私は大丈夫だけど、ユキとマユが。金は悪くないのよ。あの君の悪…え？あかね、後ろ！やばい、まずいぞ。え？あかね！何が起きてるの？とにかく早く携帯を。やべえ、終わったー。あー、遅すぎたー。はい、はい、何回も死んでんだけど、もういいよ。いやー、よし、ダッシュ力、ダッシュ力、ダッシュ、ダッシュ、早くしろ。ごめん、すぐ2個目端っこまで行けばいいのかな。やばい、なんかまたここかよ、またブレーカーかよ。なんなのこのコインランドリーがあるところにブレーカーがある設定。なんか別に触れない。うわー、またかよ。最悪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 。うわー、追われたー。うわー、また食われたー。うわー、すわ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 す。え、ダメなの？今まで何で逃げれたの？ブレーカーオンしたら出るからね。もうダッシュしよう、こっち。いけー。やばいやばい。やばい。終わったー。もうどうすりゃいいの？うわー、もう追いつかれる。あー、もう疲れたなー。ベッドの人とかくれられないかな。はい、ダメでした。終わりました。
はい、ということでこのゲームのクリアは無理だ。皆さんはぜひ僕よりも進んでください。